ク名ナ城ク名ナ城は三重県ク名ナ市にあった日本の城である。江戸時代は伊勢ク名ナ藩の藩庁が置かれた。ク名ナ市街の東端に位置し、伊比川に臨む水城である。城の北辺には東海道ク名ナ塾、七里の私があり、交通の要衝となっていた。歌川広重の東海道十三時、クワナに王子の城が描かれている。 城跡には原存建造物はなく、石垣、堀が残るのみで、現在は、桑名城市、休暇公園として整備されている。平成15年に、国土交通省水門統合管理所を建造するに、あたって、かつての半梁櫓跡に建てることとなり、半梁櫓を外観復元した。二重櫓であり、一階は水門管理所となっているが、二階は、 クワナ市所管の展望台建資料室となっている。戦国時代のクワナの地には、北勢48家と呼ばれる土豪が万挙して、伊東市の伊東部在門の登場、樋口市の樋口内蔵の西城、矢部市の矢部馬之城の三崎城のクワナ三城と呼ばれる城があった。現在のクワナ城は登場があったあたりであり、永正10年に伊東部在門が上官を築いたのが、 桑名城の起源と考えられている。天正2年、織田信長がこの地を制し、武将の滝川一正が三城を廃下に置いた。その後、豊臣秀吉の時代になると、神戸信鷹、天野影都市、服部鳥和正、市柳直盛、氏家貞和、松平家城と支配者が目まぐるしく入れ替わった。関ヶ原の戦い後、覇者となった徳川家康は、 慶長六年徳川四天皇の本田忠勝を桑名十万国に封じた。忠勝は入法直後、伊比川沿いに城郭の建造を開始した。城には船着き輪も整備し、良い六階の天守をはじめ五十一期の矢倉、四十六期の多門が立ち並んだ。また同時に城下町も整備された。築城開始当初には四天皇の一人である、伊伊伊直政も、 家臣を動員して、不審の応援を行ったという逸話がある。元那三年二代忠政は、針馬姫路藩に違法となり、代わって、松平定勝が入場。松平忠氏への時代、玄六十四年には、桑名市街地の下藩を役体化に遭い、この際に、天守も消失し、以後再建はされなかった。法営七年定住は、越後高田藩に違法となり、代わって、 松平忠正が入場し七代続いた後、文政六年に武蔵忍藩に違法となった。代わって松平貞長が入場。先に高田に違法となった旧正家の再入場となった。この際に藩祖である松平貞綱と実父松平貞信を祀る鎮国四国神社を城内に勧進した。幕末には松平忠盛の実弟である。 松平定明が藩主となり、京都諸次大として、兄と共に、京都の治安を預かった。大政奉還の後の慶応四年、戸場、伏見の戦いに敗れた、旧幕府軍と共に、定明も江戸に向かった。藩主不在の桑名城では抗戦か強順か激論となり、鎮国四国神社の三口により上層部では抗戦と決定したが、下級藩士の猛反発にあい、 結局は、無欠開城した。明治政府軍は、この際に、辰見櫓を焼き払い会場の証とした。松平定信没後100年に当たる昭和3年に、本丸2の丸一帯を整備し、休暇公園とした。昭和17年には、三重県の史跡に指定された。平成15年には、国土交通省水門統合管理省を建造するに、当たって、 半矢倉を外観復元した。伝承では、両順寺の三門が城門を移築したものとされ、現存する。三の丸五点は、清志千坊に移築され、現存する。その他の遺構としては、一部堀が残り、また、海沿いには、石垣が残り、県史跡の指定を受けている。また、筑工家の稲葉三重門による四海地港の建設工事の際に、 明治政府の桑名藩に対する懲罰処分として、桑名城石垣の一部を転用して、外洋との防波堤が建造された。この堤防は通称、潮吹き堤防と呼ばれ、堤防上に空いた穴より波の威力を半減するという珍しい構造から国の重要文化財に指定されている。しかし、その一方で歴史的建造物を破壊し、布告強兵、 食産工業政策を推し進めた明治政府のいった悪性と見る見方もある。桑名城石。三重県教育委員会。2012年8月5日閲覧。ありがとうございます。